ついに富国の大図書館、完成。この衝撃的なニュースは大陸中を駆け巡った。世界遺産大図書館の完成おめでとうございます、首相。ありがとう愛子将軍。そなたにも苦労をかけましたね。ええ、本当に。本当に首相には苦労させられましたよ。俺だけじゃなくて、富国国民全員が、です。軍隊を解散させられ、武器を処分され、ただのコミケ警備員として働かされ、その上稽古河岸まで攻めてきた時には、この国は終わった。とマジで思ったんですからね。あははははは。は誠に遺憾に存じます。結局あの時は僕ジンベ先生がパリピ河岸国と折衝してくれたのよね。コミクマ系統のコスプレ放映を毎年河岸国で開催すること。パーリー向け等身大へそ出し美女ポップ1万枚を毎年再兵として送る圭一の命が締結されたことで、なんとかなりましたけど。あんな思いはもうごめんですからね。これからはちゃんと軍を整備して武器を開発し、富国強兵に努めるのです。貢ぎ物で平和を買うような屈辱的な外交はいつの日か正さなくては。再兵をきっかけに河岸国にも負の文化が広まって、薄い本の個人向け販売は右肩上がりにもなってるし、結果的には貿易黒字になってるから。現状のままでも、いいんじゃないかなーとか、思うんですけど。けど？わかってます。確かに、完成した大図書館を他国に奪われては困りますからね。将軍の言う通り、次は軍事に国力を振る計画です。わかってくださいましたか。でも、富国強兵ってちょっといいですね。軍服もええな本がいっぱい出るかも。意味が違う指示も違う。わかってますよ。とはいえ本来、我が府の国は文化国家。軍備増強を目指すにしても、単に国民を兵士にして武器を増やすのは得策ではないと思うんですよね。なるほど。首相なりに考えてはいるんですね。ええ、そこでこの方をお招きしました。うん？ジンベ先生、なんで普通の格好のままあるあるに？ほっほっほ、違うぞよ若いの。わしはこの国のしがない学者、各界ジンベと申す。この都から遠く離れた村で、エフラン義塾を開いておりますぜ。それはそれは、遠路ご苦労様で。首相、軍備増強を図るんでしょう？こんなジンベ先生よりも一層老いぼれたじいさんを呼んで、どうしようというんです？よりも、一層とはなんだ。失礼ですよ、愛子将軍。各界先生、ただいまからあなたをこの富国の大図書館長に任命します。存分に腕を振るってください。首相、気でも狂ったんですか？ほ、こんなじじいにそんな大役とはもったいない。本当によろしいのですかな？はい。よろしくないよろしくない。首相、何を考えてるんですか？エフラン義塾なんて、高度の教育水準を誇る我が国でも名前さえ書ければ通るという底辺の大学ですよ。大体各界なんて名前、聞いたこともありません。そんな無名の学者をこんな高級で雇うなんて。わかりませんか？愛子将軍。あの方は、まず会より始めよ、の各界様です。は？各界、戦国時代の縁の学者。会より始めよの古事成語で知られる。確かにあの方自身は知らないエフラン大学の教授に過ぎません。しかし、そんな各界様を厚遇すればするほど優秀な人材が集まってくるのです。お？いわば、各界様は偉人ホイホイ。あの方を高待遇で雇えばそのうち次々に強力な偉人部が我が国を訪れ、負の国の技術向上、国力上昇を手助けしてくれるはずです。ええー、あんなじじい教授が、そんなチートキャラ？逆に、無駄なお金をつぎ込むことになってしまうだけなんじゃないんですか。何を言うんです愛子将軍。食客を招くには器は大きく、心は広く、穴もガバガバにしていなくてはいけませんよ。はあ。各界先生は今日から我が政府の賓客、大図書館の館長様です。まずはごゆるりとおくつろぎくださいませ。ではお言葉に甘えまして。まずはとりあえずの生ビール、枝豆、刺身の盛り合わせなどをいただきましょう。あとは何か焼き鳥を適当に見繕っていただいて。はい、喜んでー。本当に大丈夫だろうか。お初にお目にかかる。わしは孫武ジンベにござる。本当に来た？
各界殿が帰国で高い地位を得て、飲み放題、食べ放題サービスを満喫しておられると聞き、矢も盾もたまらずやってまいりました。こんなに早く偉人が来てくれるなんて、いらっしゃいませ。師匠、この方は俺も知ってます。かの高名な兵法家、孫子先生ですよ。孫武、春秋時代の武将、学者、兵法書孫子の作者とされる。その通りです。この方こそ孫子先生。ちょっと怖い雰囲気だけど、みんなが憧れる大人気スーパー攻め様。わしのイメージ、どうなっとるんですか？平和主義の我が国でも、孫子先生のファンはものすごく多いんですよ。経営者とか、会社の社長とか政治家とか、先生が日のごとく侵略し、攻めまくった武勇伝をぜひお聞かせください。はぁはぁ。なぜ経営者や社長？そんな武勇伝もないですが。牧師先生との対決が見てみたいです。意外に牧師先生の方が攻めだったりして？キャーキャー。やめてください師匠。孫子先生にドン引きされそうです。ともかく、先生、我が国の軍備や防衛体制についてご指導いただきたいのです。わかりました。平和国の大事、わしも貢献的であることを進めているわけではござらん。専守防衛の布告のため、人肌脱いで差し上げよう。というわけで、まず1杯目はわし好みのハーフ&ハーフ、魚は各界人べ殿と同じものを頼み申す。はい、喜んでー。順調だけど、なんか居酒屋みたいになってきた。今度は技術とか経済とか、そういうのの偉人が来てくれるといいですね。確かに。と言っても狙って釣れるもんじゃないんでしょうが。あ、来た。ナイスチューミーチュー。私は女皇系人べです。え、なんで開口一番に英語なんですか？女皇系。マテオリッチに洗礼を受けた天文学者の女皇系先生ですね。女皇系、民末の学者、官僚、カトリック教徒、幾何原本を翻訳し、農政全書、数定歴書を表した。なるほど。西洋技術に通じた方ですね。ラテン語やイタリア語とかを話すのが自然じゃないだろうか。ふの国へようこそ。どうか先生の科学知識を我が国でお役立てください。一杯目はやっぱワインですか？おう、私もとりあえず生、でお願いします。随分時代が飛びましたしなんか世代人口調ですけど。次行きましょう。自分は筆章。皇帝を用いた活版印刷術を発明いたしました。筆章、北宋の後人、発明家。参考、金活、無形筆談。金属活字より遅れているように思われるかもしれませんが、アルファベットより文字数がはるかに多い感じだから。こっちの方が実用的だったとも言われてるのですよ。私はコーンハス、羅針盤の技術を発明し申した。これで声を失うことはありませんぞ。コーンハス、壮大にいたんじゃないかと思われる。参考、民名書傍観、磁石を公開に使ったら便利だったけん。それがしはガンハウだ。古代の火薬を武器として用いられるまでに向上させましたぞ。それがしがいればラブラブな夜のシーンで花火がどんどん上がっても不自然ではありませぬ。ガンハウだ、壮大にいたんだろう、多分。参考、民名書傍観、火薬の発展に果たしたる中国武術の忘却されし役割。すごいわ。中国壮大の三大発明を一気に獲得できちゃった。確かにすごいですけど、なんかもう時代交渉が無茶苦茶っていうか。あとの二人って実在してるんですか？それに、民名書傍って。そんなの気にしない。さ、どんどん行きましょう。わしはバナナ、俺はアフル。どっちも昔からアジアにあったけど現代の品種がラブ刺激に出てたらおかしいんだが、我らがいればおかしくない。いやおかしいだろ。でもこれで我が国の作物が増えますよ。節操はジャガトマト。遠く聖域からシルクロードを越えて、これらの作物をもたらし申した。嘘つけ、原産地はアメリカ大陸だ。これでシーホンシーチャオジーダンが作れるわ。私、ジャガイモ入りが好きなんですー。私はローマ国王からの使者、ジンベリウス飲みすぎたかもす。国王の新書のついでに、我が国の犬種を連れてきましたこれで、シェパードとかドーベルマンがラブ刺激に出てきてもノープロブレム。わーい、モフモフし放題だー。ゴールデンレトリバーは連れてきてませんか？そこまでして西洋犬出す意味あります？やりましたね愛子将軍。これで我が国の国力は大幅アップ、孫子ジンベ先生の力で軍事改革をすればいいのではないでしょうか。それに、経済力や文化も大躍進して。今までは年2回だったコミクマ系統の大放映を、今後は年4回とかにできるかも？キャー楽しみー。まだです師匠。
こんなにあれこれと時代交渉無茶苦茶なものまで、偉人たちがもたらしてくれるのなら。くれるのなら？もっと高度な軍事技術だってあり得るはずです。やりましょう、悪魔に魂を売ってもいい。我が布国の軍備増強のため、徹底的に偉人ガチャです。偉人ガチャって、そんなのあるの？各界先生、お願いします。うむ、よろしいですとも。さあ来い、来い来い、軍事技術来い。我が国に無敵の兵器をもたらすのだ。エロイムエッサイムエロイムエッサイム、我は偉人を求め訴えたり。ちょっと、将軍。私はアルベルト・アインシュタイン人べ。私はロバート・オッペンハイマー人べ。私はフォン・ブラウン人べ。三人揃って、マンハッタン計画人べ。来た。この三人って首相、やりましたよ首相。これで我が国はどこからも脅かされることはなくなります。いや。これだけの破壊力があれば、我が国の方から他国に向かって喧嘩を売ることだって可能。まずはパリピ河岸国、その次には三王の侵食。かつて神聖なる我が国を土足で怪我した彼ら近隣諸国を世界遺産マンハッタン計画で震え上がらせるのです。はははは、見ていろあいつらめー。ダメです、この揃いはダメー。ラブ刺激あるある。その時代の中国には絶対ないものが出てくるが、深く追求してはいけない。